チャンネルのままです。今日は大阪では知らない人はいないと思います。大阪キャンパルに来ています。やっと撮影許可取らせてもらったんで今日はもういっぱい撮らせてもらおうと思います。じゃあ見ていきましょう。テントがすごい豊富ですね。これユニフレームだよね。すごい家型のテント、すごい。スノーピークと小川テントが結構キュッテレーベンもあるし、この辺ちょっと初めてです。店長さんの葵さんです。あ、どうも。今日はお世話になります。いえ、こちらこそお世話になります。撮らせていただきます。たまにちょっと質問させていただきます。あ、どうぞ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、これあの車に、はい、車とかに吸盤でつけてガイロープ貼れるやつやん。すごい、すごい。え、初めて見た小川さんのこれね。へー、ガイロープがあって、なんかポール不足で止まるときあるよね。そうポール不足やんね。これも人気あるやつ、ミニマルワークトップ。これですね、外、うん、めっちゃソロキャンパーに大人気。これどういうこと、外の。これまた気になってる、レギュレーターツーバーナーに、これグリルついてる。グリルがあるんや、めっちゃいい、かわいい。やっぱ見た目かわいいな、このケースも。そうね、あ、これなんですね。これ初めて見たんですけど、前からあるんですか？前からね、これが、その外のレギュレーターツーバーナーグリッドが発売されて、はい、その後にオプション品としてこういうグリッドグリル S っていうのが出たんですね。で、まあ、鉄板なんで、はい、まあ、安全基準的にはどうなんやっていうのもあったんですけど、まあ、こうやって半分サイズにすることによって蓄熱性はね、そこまで影響を受けずとか、はい、まあ、その辺も全部研究されてます。単純にこうちょっと深型なんで、うん、まあ、お肉もそうですし、はい、まあ、すき焼きギリギリいけるかなみたいな。すき焼きギリギリ OK ですね。すごい、そういう商品、まあ、別に言えばこういうね、まあ、鉄板なんで、まあ、言えば焚き火台の上でも全然対応できるぐらいの強さ、はい、すごい。これすごい、めっちゃジャストサイズじゃないですか。そう、もう合わせて作られてますね。ちなみにこのサードケースっていうのは、はい、いくらぐらいするんですか？これでね、サードケースで8,250円。割とええ値段します。ええ値段ですね。もともとは巾着みたいなケースがついてるんですよ。あ、はい、はい、まあ、それに全部こうまとめてガスもまとめてってなったらこういうハードケースが。あー、なるほど。これ買うやったらでもハードケースで欲しい。やっぱり平積みして上積みできるんでね、これがあればね。なので、そうですよね、収納の時に積載の時に、どうしても巾着やったら、ね、上は気にしないといけない。あ、確かに。そういうの傷つけないっていうのはメリットとしてありますね。これかっこいい、すごいシンプルで。ユニフレームのあれも置いてましたよね。グリル、ファイヤーグリル、ツーバーナーの方ですかね。ツーバーナー、外とユニフレームですごい迷ってて。まあ、どちらも、ね、同じように。あ、こ
ユニフレームのツインバーナー、ツインバーナー US1900 っていう商品、まあ、これは正直うちでもダントツで売れてます、ツーバーナーの種類の中でも。まあ、なぜかというと、まあ、あの要所要所ちゃんとアルミ使ってる、だからステンレスを使ったりとかして、あの、まあ、その錆びるとかっていうそういう要素をできるだけ取り除いてるっていうのがありますし、で火力が結構強いんですね、これ自体3600キロカロリーだったかな、はい、通常のカセットコンロがだいたい2000前後で、家庭用のカセットコンロ、だいぶパワフルですね。だいぶパワーがあります。なので、まあ、パワーもありつつちゃんと微調整もできる。で、まあ、お互い外さんのやつも U2 フレームさんはお互い意識し合ってる部分もちょっとあるんですよね。多少はやっぱりね、同じガス物同士なんで。で、外さんのさっきのやつ、レギュレーターっていう言葉が出てくる。あれは言えばそのガスを最後まで使い切れるっていうシステムを作ってるんですよね。はい、で、ユニフレームさんはそのレギュレーターのシステムはないんですけど、はい、この下のガス管、これ今これガス入ってますけど、はい、これの裏側、ここに銅パネルっていうのがあるんですね。これヒートパネルっていうんですけど、はい、ここから生じた熱をこの銅でこのまま下に伝えて、はい、ガス管ってどんどん量が減っていくと陰圧になって、温度が下がっちゃうんです。はい、そうならないようにこのヒートパネルがついてる。で結局そのあったかさを維持するんで、うん、ガスを最後まで使い切れるっていうのを作ってるの。このカセットコンロ、あの1本で何時間、はい、大体70分から90分ぐらい。あ、それしかもマックスパワーで。あ、そうなんですね。結構持ちます。持ちますね、はい、いいな。環境によりけりなんですけど、まあまあその微調整することでほぼほぼだからこう長時間の料理をずっとしなければ、意外と3本セット持っといたら、うん、まあほぼ1泊2泊は使えるかなっていうぐらい。なるほど。そう思ったらなんかこっちやるかなと思ってしまう。あとはもう、ね、機能性がね、あっちは要はフラットな天板に乗せるタイプ。あ、はい、でこっちは、まあ、足もって自立もしますし、はい、こういうキッチンスタンドがあればそのキッチンスタンドを取るというね。だから置く場所をどうするかですよね。あ、どこに置くかでキッチンスタンドも欲しいんだってなったらこういうセットになっていいですし、はいはい、あっちはあっちでフラットなところに置きたいってなったら、はい、こういうねステンレス天板を使って、まあ、そういうちょっと熱に強い天板の上に乗っけるっていう。とまあ、まあ、どっちもいいところあるんで。そうですね。どっちやろう。でも見た目は断然外が好き。まあ、あの見た目的には結構ね、ちょっとね、おしゃれですし。そうですね。はい、結構あの家のキッチンに近いような。そうですね。形になってます。こっちはもうどちらかというとザ・キャンプ、ツーバー。使用用途で選ぶのか、見た目だけでも見た目だけでいったら後々にうわあっちにすればよかったってなるような気がする。そうですね。もう一番ねこう後悔なき買い物で、まあ、どっちも悪いものではないんです、いいものなので。そうですね。お互いいいものをうまく理解してもらったらまあいいんです。なるほど、はい、ありがとうございます。分かりやすかった、ね、分かりやすかったし、もうなんかほぼこっちになってるような気がほぼユニさんになってるような気がします。じゃあ私の気になってるとこ行っていいですか？はい、はい、こちらフライパン10。もう箱がキャッチーですから ね10でいいです。10フライパン10っていうシリーズです。これめっちゃシンプルで私かっこいいなって思ったんですけど。そうですね。これのね、一番特徴はこの通りですね。取っ手がもうこうですね。こうか、10なんです。それで10なんですね。これで10なんですね。すごいっていう意味なんですけど、で取っ手がこういう風に取れるんですけど、いわば挟み込みをこのスライドっていう方式で挟んで、簡単、めっちゃ見た目が可愛い。で見た目もまたこれ木がね、でこっちはウォルナットで、もう一つはブナ。あ、木の種類もちょっと選べます。ブナの方がちょっと安いんですけど、ね、ブナなんかこういう色になる。あ、でこっちはちょっとこういいウォルナット、ちょっとこじゃれた感じになる。
へえ、蓋もあるんですね。蓋もあります。はい、パックサイズ設定して S、M、L。へえ、ね。いろんな調理が楽しめる。そうですね。でそのまんまお皿にできるんで、そうですね、焼いたものをそのまんまこうやると。そこがめっちゃいいなと思って。今、まあ、本当に近所でね、八尾のところで作ってる工場さんで、まあまあ今も、ね、ずっとお付き合いさせてもらってますけど、まあ、特徴で言うと、まあ、この鉄板、まあ、鉄板なんで、はい、一応そこもフラットなんで、IH も一応いけてました。あ、そうなんですね。まあ、機種にはよるんですけど、はい、IH も使えてるっていうのはインスタで報告しましたね。あと深いやつもあるんですね。あと深型が後発品ですね。で初めはこの、フラットなタイプだったんですけど、はい、深型が出て、で次はスクエアが出て、あ、これもなんですね。この順番に。そうです。すごい。これは一個欲しいな。深いやつだと料理のバリエーションで言うとちょっとね、もう森系っていうか、あ、なんでしょうね、自分が頭で思い浮かぶのは、うん、なんかあんかけのチャーハンとかね。あんかけのチャーハン、凝ってる。じゃあ、あれですね、やりたいですね。ああ、石焼きビビンバみたいな、そんなニュアンスでね。なるほど、いや面白い。いやもう深いのと浅いの欲しい。で結構ワンサイズだけじゃなくて、S、M のセットの持ってやったりとか、でこれ1枚持ってるとやっぱ深型1個持ったりとか、あ、単品買いももちろんできる。はいはい。石焼きブリンバやってみたい。いや美味しいと思いますね。ねえ、で続いてこっちの。ユニフレームのこのシリーズの多さ。ね、これ今このライスクッカーミニ、ライスクッカーデラックス、マンゴーデュオ、デュオ、デラックス、デュオっていう感じで、もうお釜ですね。すごい。次はもうキッチンツールセット、キッチン、ね、全部セット、全部セットになってるんで、フライパン、お鍋で、あとはボールじゃないか、入ってメッシュですね。ああ、ね、ザルみたいな。ザルがついてますので、でそれはもう基本デュオもデラックスも同じ大体セット内容なんですけれど、大きな違いは、デュオにはライスクッカーミニ3合炊きのライスクッカーがついてる。でデラックスは。5号炊きのデラックスライスクッカーがついてる。でもうこれは、比較的お米、まあ、ライスクッカーなんでお米を炊く機能なんですけど、比較的失敗しにくいです。でなぜかというとまず、お米を洗ってで30分から1時間ぐらいつけとくのはもうそこはもう一緒なんですけども、はい、例えば3合入れたとしたら、今度この内目盛りに、一応これ何合ってことで水をこれだけ入れてくださいってもう書いてるんで、はい、もうその通りに入れた方が、本当に炊飯器みたいですね。そうですもうその通りに水を入れた方がむしろ、うまく炊けます。であとはもう普通に火が蓋をして、調理台に、もうバーナーの上に乗っけて、はい、強火よりのも中火ぐらいでいいんで、はい、まあ、しばらくそれでこうすると蓋がこう、あ、こうなってくる、こういう感じでコトコト言い、はい、コトコト言い始めたら弱火。でその蓋の音がなくなってシューッと、まあ、大体こう煙がどんどん、なくなってきて、いわゆるなんかおこげっていうか、あ、はい、ああいうお餅が焼けたような匂いがちょっとしてきたら、大体おこげが発生している状態なんで、はいはい、もうそれで完成で、一回こう出して、はい、15分ぐらい蒸らす、あ、でも完成。なので、大体トータルでその炊き上がるまでの時間でいうと大体20分から30分なので、家の炊飯器のやつよりは短く、確かにできる。すごい、5合炊けるって。だいぶ。そうです。3合炊きと5合炊きなんですけど、まあ理想は2合ぐらいがいいかな。あ、確かに。どっちかというと3から4合ぐらい。そういうことですね。ちょっと少なめで炊くの方が、綺麗に、この吹き上がりが少ないんで。なるほど。そうそういうとこも含めて。はいはいはい。で、このそのデュオのセットっていうのはフライパン、とっての取れるタイプと、大鍋、
で蓋もね、もうマトリョーシカみたいなのが入ってるすごいスタッキングラインあーすごいこうですね、手がこれとザルと中鍋でもこれがあったら何でも調理できる、ね、パスタも用意まあ、ラーメンぐらいはいはいはい大鍋あカレーも作れるそう内容量全部作れるすごい何でも作れる取っ手がもうこういう風になってて、傷つけないようにこういうゴム蓋になってるんで、普段はこうあ、なるほど、はい、へえ、くるくるってそう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 で、まあ、ユニフレームやっぱりこう、なんですかねちょっとこう、やっぱりオプション品が結構なんてよく考えられてて、うんうんうん、例えば、デュオのセットだったら、はい、こうヤマーケトル700 の、はい、このケトルが、さっき言ったライスクッカーのこの内側に入る、なるほどでデラックスだったら、900っていうやつがあるんですけどそれが入る、で1500もってやつもあるんですけどそれが入るんですけど、ちょっと1枚だけ蓋をね、ちょっと外にやらないとちょっとそのデメリットちょっとはみ出ちゃうちょっとはみ出ちゃうWhat can I do? You're so loving and gentle to the core. What can I do when you fill me with happiness and much more? What can I do? You're so stunning, I just can't look away. What can I do? I should know by now.すごい。可愛い。ちょっと大きめがいい。すごい。可愛い。めっちゃ可愛い。へえ。これって昔から食器類ありました？結構前から実はありました、ね。そうなんですね。あ、こっちは見たことあるかも。多分全部。へえ。お皿とボールは。白だけですか？いや、これもね、どっちも同じように、はい、あの白と黒とカラー展開。へぇ、種類がすごい豊富で、この辺もめっちゃ多い。カトラリー、キッチングッズ。そうですね、この辺の部分でいうと、まあ、いわゆるそのディナー系の食器で、こっちはどっちかというとソロキャンパーの方が結構買われるジャンルで、折りたたみ式のね、折りたたみゴールディングタイプ、チタン製とか、うん、もしくはこういうちょっとプラですけど、まあ、これカタカトっていうやつなんだけど、これユニフレームのやつなんですけど、これは耐熱温度がね150度まで耐えられるんで、なので意外と揚げ物に近いレベルの温度でも溶けないすごい、まあ、結構設定温度として高めなんで、このカラー端とかも割と重宝します、うん、へえ。もう菜箸としても使える。あ、そう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 、もうそのレベルの、ね、すごい、木じゃなくても菜箸として使えるってすごいね。そうそうそう、新しいなと思って。大体うちでいうと、もうその、まあ、いわゆるうちに来たら、まあ、1個か1店舗完全完結。テント、寝袋で、まあ、キッチン関係とバーナー関係で、まあ、全部が一応揃いますよという、うん、まあ、コンセプトで一応品揃えは揃えてるつもりなんで、例えばキャンプ行きたいなと思ったら一応うちでは全部一式は揃いますよ。なるほど、それがね、うん、確かにテントからは何からいろいろ詰め込まれてますもんね。そうです。あの地図で見たんですけど、テント館って、テント館が、別館にあります。おお、貼ってるんですか？はい、今貼ってますんで、ご案内します。あ、ありがとうございます。はい、じゃあテント館行きますね。はい。お願いします。今日広いんですか？